こんにちは、ゆたかチャンネルのゆたかです。今回はですね、見てください、この4型車両。本当にね、フルカスタム車両のご紹介動画になります。なんとこちらのオーナーさんね、僕ともう 3,4 年の付き合いになるんですけども、あのトルトルって言ってね、僕なかなか撮ってなくてトルトル作業してた車両になります。オーナーさん、よろしくお願いします。お願いします。フロント周りからのご紹介になるんですけども、これディスクの方は RPM のディスク、245mm、245で、ブレンボのブレーキキャリパーですか。そうです。で、ホースの方はスウェッジライン、あ、スウェッジラインさんのやつを使われてるんですね。で、ホイールの方がこれ3本スポークって言うんですか。うん、RPM の単造ホイール、 RPM の単造ホイールで、色の方がグレーで、フロントフォークの方が RPM の LS LS の G2 ですね。いや、ちょっと待ってください、これステムえぐいことなってませんか。あ、これ NCY のアルミステム、アルミステムに、で、このダンパー入れて、ステーターの入れ方なんか変わってますよね。なんか人とは違う付け方しようかな。普通だいたいこう、みんなこう入れるから。そうですよね、を、言うたら逆付けで。そう、で、正規の付け方したら、ここからシャフトが飛び出すのが嫌いで。はい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 。あ、それを言うたらこっち側から付けて向こうへ行くようにすることで飛び出ないんですか。そうそうそう、すごいな。これでだからこうやってギリギリかわしてるような。おー、ほんまや、すごっ。そうで、これインナーの方ないじゃないですか。エアロ止まるんですか。エアロっていうか、カウル止まるんですか。カウル、インナー、この内だけ残して、はい、残してへんかったら、このこれがもうグラ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 になるから、はい、でビスでちゃんと固定できるようにして。へえ、こんなこうガッチリガッチリ、すごいっすね。これ全部取っ払っちゃったのは何でなんですか。こうエンジンに風を送りたいのと、はい、んで燃料タンク冷やしたいのか。ああ、そういった理由でここをもうガスガサッと上げちゃったってことですね。燃料は極力あの冷えてる状態の方が絶対いいから。おお、そういった理にかなったことで、言うたらもう全部開けちゃったってことですね。すごいな、こんなのもうほんまする人なかなかいないですよかな。で、NCY の、ステム入れ、ここは差し色でゴールド入れられてるんですね。そう、すごいな、こう見た時にやっぱ見えますもんね。チラ見せかな。チラ見せでチラ見せでチラ見せにしたらめちゃめちゃエロいですけどね、これ本当に。で、こちらカーボンのやつもがメーカーさんがモスで、ヘッドライトがこれ純正に見えるんですけども、うっすらスモークを自家塗装ですか。めちゃめちゃ綺麗ないですかかな。で、この上のパネルの方もモスにされてて、で、ウインカー部分のやつもモス、で、この真ん中のこれもモスにされてるんですね。すごいな、やっぱりあれですか、カーボンの柄を揃えた。で、ヤフオクとかで、はい、貼り付け、はい、のやつあるんやけど、あれ結局樹脂で重量重たくなるから。ああ、そういったこと。これはあんまり好きじゃない。あ、そんなことも踏まえて、本当の張り替え台、貼り付けのやつ、貼り付けのやつで、すごいな。もうでもちょっとしたグラム数でもやっぱり変わってくる。手で持ったらもう重さが全然違う。あ、手で持ったら全然重さ違うんですか。まあ、そういうのも考えられて、本当は走るスタイルの、そう、まあ、あの樹脂でも重さが一気に増してる。おお、へえ。で、これブレーキレバーは。GJMS。 これは珍しいですね。たまたまグレーのを探しとったら、このメーカーのが。へえ。で、高速のハイスロー入れて。そう、ミラーちっちゃいっすねこれ自転車用自転車用をご自身で加工されて、そ
ちっちゃくてまた可愛いな、これ。なんとか見えますって言ってる。ほんま見えますかこれ。なんとかギリギリ。で、A レーサーのゲンスリーと、スポーツ D、スポーツ D と吉村の U4K、 これが、あ、逆が、あ、うん、吉村の U4K つけられてるんですね。珍しいですね。またこれはなんで、いや、あの、何言ったらいいかな、結局あのヘッド温度ばっかりみんな気にする人多いけど、はい、ヘッド温度と U4K の最初の頃だいぶかけ離れた数字やから、はい、あ、それを言うたら、あの、油温もヘッドも適正温度ならん限りはもう全開セーフ。すごいこだわりですね。で、竹側のメーターの方を入れられてるんですね。すごい、本当になんかちょっとほんま走りを重視した感じの綺麗な仕様になってますね。で、グリップの方がデイトナー、デイトナー、うん、で、これめちゃめちゃなんかスッキリしてますね。多分モトクロとかあっち系のメーカー、多分ゼータっていうところ、ゼータレーシングって書いてありますね、の、言うたらバーエンドで、キーがめちゃめちゃおしゃれですね。これはこれ何やろ、でも色塗られてますよね、これ。これ元からこういう、あ、元からそういう色なんですか。剥げてこんななって、カジさん上手いから、もう全部なんか自分で塗ったんかなと思いました。いやいやいや、キーカバーの方がアペックス、うん、で、給油口の方が RPM の、RPM、で、カーボンの方下付けられてますね、うん、これどこのあれですか、ヤマハのこのプレートは。これなんかヤフオクで、ヤフオクで出とったやつ。へえ、おしゃれ、うん、で、モト R のサブハンガー、うん、これももともとチタンのグラデーションやってんけど、ちょっとチャラいから全部剥がして、剥がしちゃったんですか、うん、チタンをで磨いて、だって見たことない綺麗さですもんね、うん、ちょっとチャラいよなと思い出してチタンがグラデーション、はい、で、その下がもうオイルクーラーがすごい設置の仕方されてるんですよ。オイルクーラーもそうなんですけど、言うたらこのインナーめっちゃ綺麗な穴開けられてますね。カッターナイフで開けたんですかこれ。オイルクーラーのこの、これが、はい、キノ国ってメーカーの、はい、ランマックス、車用の、車用オイルクーラー、車用つけられてるんですか、すごいな。この車で ATF クーラーで使ったり、オイルクーラーとして使ったりとか、いけるやつをもう言うたらワンオフでこう言うたら設置されたってことですよね。すごい付け方がめちゃめちゃ綺麗ですよね、この何ていうんですか、これが、ああこれね、はい、すごいな。で、すごいのがね、これまたなんでここ開けられてるんですか。引っつけたら放熱性悪なるから、ちょっと隙間開けて、ああ隙間開けて、うん、で、まあ燃料タンクを温めると良くないからっていうので、それでまあここを開けられて、言うたら放射させるのもあって、ここアクリル貼ってられるんですよね。すごいな、もう。で、このカバーの方は、カバーって何だ、これあれで、はい、エンジン、TTMRC のエンジン、あ、のやつをそのままこれ塗られたんですか。これ中の文字だけ、あ、ペンで、うん、細かいな、すごいな。で、至る所にこれカーボンやっぱ貼られてるんですね、うん、これもご自身で全部、そう、うん、すごいことなってるな、うん、あ、ほんまや、うん、これタンクの方もご自身で塗られてるんですよね。すごいな、ステッカーの貼り方がめちゃめちゃかっこいいですね。ありがとう。いや、めちゃめちゃ綺麗ですね。で、あ、ハンガーの方も塗られてて、そうで、オイル系もグレーと同色で、グレー好きなんですか。グレー好き、青とグレーが好き。へえ。で、マフラーの方がこれ黒ダイヤのワンオフですよね、うん、すごいな、めちゃめちゃ勝ち上がってますね。かっこいいな、黒ダイヤマフラーでワンオフで作られてるんですけども、うん、これそのこだわり部分ってどこですか。
大概みんなあのチタン素地のまんまでやってる人多いんやけど、はい、磨きで、あ、磨きで作ってもらったとこかな。へえ、この磨きの良さは、この焼き色が綺麗に出やすいから。おお、うん、まあ好みの問題やねんけど、はい、うん、そこがやっぱ人と違う部分で、うん、当時あんま磨きでやってる人おらへんかった。はいはい、今でもそんなに、まあ、ちょこちょこいてはるけど。ですよね、すごいな、めっちゃ綺麗ですもんね。素地やったら焼き色出てもなんかこう濁ったような色になるから、はい、うん、それを大いうた磨きですることでこう焼き色がうまいこと出てくるってい う, そう鮮明に焼き色が出てくる、はい、めちゃ綺麗にこうなんていうんですかね、まあ本当に虹色って言ったらおかしいですけども、うん、上に連れて焼いてくるっていうのがめちゃめちゃ綺麗に見えますもんね。この焼き色を見たら大概あの枕エンジンと合うてるか合うてんか分かるけど、ああそういったのもあって磨きでされてるんですね、うん、ありがとうございます、はい。で、アックスルシャフトの方がアトラスで販売してるチタンのシャフト、チタンシャフトなんですね、うん、でエンジンハンガーも同じようにチタンのシャフトで、これこれあれですよね。そう、これディアブロさんに無理して下ろしてもらって、へえ、全部入ってるんですよ。そう、すごいな。今ではもうね本当に貴重価値のある、うん、でファンカバーの方がカーボン、カーボンにされてて、でこれサイドもあれですね、カーボンのやつ、これもだからもう貼り付け、貼り付けの言うたらフルカーボンの方ですよね。へえ、めちゃめちゃ、あ、エンブレムまで全部カーボン、カーボン、うん、すごいな。もうカーボンやっぱ好きなんですか。カーボン好きだね。へえ、でこれファンの方は風神、あ、風神入れられてるんですね。でこれカバーの方が確かビータスさんとかで売ってるところのやつですよね。そうで結構至る所にあれですね、ボルトの方チタンボルト、チタンっていうか焼きチタンボルト入れられてますね。これもチャラいからやめようかなと思って。あ、はい、今後仕様変更予定、うん、まあ今増えてきてますもんねやっぱり、うん、でこれスイングアームすごいっすね。これ999R ってメーカーの、これ日本でそんな見ないですよね、うん、僕が知る限り2人目リオン君が最初に入れて、はい、で俺が真似したような感じ。へえ、すごいな。ナンバーでも000になってますよ、うん、そうそうすごい一応日本初みたいな。日本初ですよね、だって番号が証明してますもんね、うん、正規ルートのなんかでは日本初、ま、ああすごい。で4型なのでリアがディスクブレーキになるんで、これもブレンボ、ブレンボですよね、うん、すごいな。でタイヤの方もこれバトラ、バトラックス履いてて、あの塗られてるって感じですよね。へえ、これあのブレーキディスクの方は NCY の220。へえ、めっちゃ綺麗に、これ逆付けっていうか、なんか1の方がやっぱ下になってますね。下なしやね、うん、へー、これシートの方変わったっていうか見たことない形なんですけど、ノーマルをもう自分でゴシ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 削って、自分で作ったんですね。めちゃめちゃ薄ないですか、すごいな、うん、あのお尻痛くならん限界がもうこの厚み。おー、でも純正ここまで削るってすごいっすよね。もうガレージもう粉粉になった。粉になった。えらいことになった。へえ。でリアウィングの方をもう取っ払ってしまって、うん、すっきりと。そう。すごいな。でこれリアサスは RPM のの RT なんですけども、これちょっと工夫されてるんですよね。工夫っていうかオーダーされてる時にちょっとちゃうことされてるんですよね。グレーが好きやからこの調整のネジのとこもグレーにして。おお、こんなところまで変えれるんですね。へえ、ほんとグレーと言うたらブルーでまとめられた車両で、カーボンで引き締めてるって感じですよね、うん、でクランクケースえぐないですかこれこれえぐいってほん、うわすごっ、フェイスのこれめちゃめちゃ珍しいブリーフェイスですよね。あ、こ
ディアブロさんのに作ってもらった。へえ、これなんていうんですか、柄もすごいことになってます。これもオーダーで。オーダーで。へえ、で この色僕見たことないんですけど、これ最初あのつるしっていうかシルバーで来たんやけど、はい、ちょっと色つけたいな思ってバーナーで炙って。バーナーで炙って、うん、こんなゴールド出るんですか。出る、うん、すごい。でクランクケースの方もこれ自分で作られたんですか。そう、ノーマルをもうくり抜いて、くり抜いて塗装の方はもう、黒で、黒で ご自身で。めちゃめちゃ綺麗ですね。トヨタの209で。へーから何に使われてる、まあ、車種で言ったら分かんないですよね。ハイエース、はハイエースとかに使われてる、うん、言うたらブラックをご自身さんで選んで。若干このフレークとか、あ、そうです、ラメが、まあ、あ、元から入ってらっしゃるんですね。へえ。でクラッチの方が DY で、これフェースはアウター、アウター、はい、アウター KN で売っとったやつ、はい、もうチタンカラーやってんけど、はい、チャライから気に食わんと思って、はい、全部色入って、色入っちゃったちょっとチャラいのがあんまり過ぎじゃないっていう、うん、で、まあ、今後この言うたらボルト類もちょっともう多分黒チタンにしていく。あ、黒チタン出てますね、はいはい、あ、黒チタンで引き締めていく予定なんですね。ちょっとやりすぎてるないやいや、もう車両自体がすでにやりすぎてますよほんまに。で、リアフェンダーの方もカーボンでまとめられてて、うん、でこの、セルモーターは、はい、SD、 SD、うん、え、そのちょっと待って、これ配線隠しのあれですか。そう、うん、うわーすごい細かいっすね。これも言うたらカーボン、カーボンで作られたんですね。ラジコン用のカーボン、ね、あ、ラジコン用のカーボンでこんなんつもう作ってしまうところが怖いですよほんまに。ラジコンのヘリコプターのフレームとかで使うような。へえ。で、サブハンガーの方もドリームベースの、これもあれですよ、カーボンですよね、うん、でまたディアボロさんのところのやつをつけられて、でスタンドの方が RPM、うん、RPM 好きなんですか。そう、ね、RPM フロントフォークもホイールもリアサスもほとんどいろんなメーカーごちゃ混ぜするのがあんまり好き。あ、もう一メーカーでまとめたいっていう、うん、でこのこれもあれですよね、カーボンの貼り付けタイプに変えられて、でリアもすごいんですよね。これ リアの方がこれカーボンで、カーボンすごいな。この辺はモスはい、うん、モスで、テールランプの方はこれはこれスモークのカバーやね、上からかぶす。へえ、めちゃめちゃ綺麗に付けられてますね。でそのテールランプの下のところもカーボンにされてるんですよね。でこのナンバーのステーもこの、はい、あ、ほんまや、へー、まあ、これと同じカーボン、はいはい、あ、ラジコン用で、で今回ね、あの豊かチャンネル用にねこれカーボンで作ってくれたんですよ。カジさんありがとうございます。裏向けていい、はい、裏向けてください、はい、あのちょっとじゃーん、なんすかこれ。いや、分かる人には分かると思うんやけど、おいしい牛乳、うん、おいしい牛乳、おいしい牛乳、ナンバープレート見えても出すやんもうええよちなみにこのオイルクーラー、あ、オイル受けですか、うん、これ4型用じゃないんですよね。23用のやつをちょっと加工して、23用を加工してつくんですね。自分がやった時はまだ 4型用が打ってなくて、ああ、もう出る前にちょっと考えて、すごいな。でリアホイールの方も RPM、 これステッカー、それなんかネットで注文してる。へえ、ちょっとおしゃれなステッカーですよね。文字自分で選べる。あ、はいはいはい、うん、ちょっとあの丸みのあるステッカーで。へえ、めっちゃこだわってますね。これレギュレーターの方ちょっと大きないですか。あ、これあのヤマハの R1 用のレギュレーターね、純正の、うん、言うたら大きい、うん、大きい車種のやつを、そうそう、モス FET っていう種類の。へえ、これ合うんですね。うん、配線はちょっと自分で作らない。ああ、だからこの辺が加工されてるんですね、うん、すごいな。これシートの中すごないですか。あ、これもあの一緒でラジコン用のカーボンの板で、ラジコン用のカーボンの板で
作って、うん、これスロープは何パイなんですか。これ40、40、うん、すごいな。でこれ上も、上もこの同じカーボン貼って。へえ、これラジコン用のカーボンって高いんですか。結構あの 1枚も6000円とか7000円。高っ。で全部全部。へえ、めっちゃ綺麗に使われてますね。すごいな。これタンクはどこのタンクですか。は紀ノ国で売ってるオイルキャッチタンク。へえ、これもご自身で全部設置されたんですよね。そうです、うん、あ、豊かチャンネルのステッカー貼っていただいてますね。あれ、ここにも貼ってる。あ、ほんまや、めっちゃ嬉しい。カジさんちゃんと貼ってくれてるんですね。しのべくんにもうたやつと、はい、あ、お時報と、うん、ちゃんと貼ってくれてるんですね。嬉しいですね。すごいな、切り抜きもめちゃめちゃされてますね。かなりレーシーな感じ。これがスロボ ポロリ防止のやつで。あ、はい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 、うん、ほんまや。あ、で下配線隠しのやつもされてるんですね。へえ、たまにこのインシュレーターへたってきたらぐらついてポロンって外れたりする。はいはい、あ、それで、うん、ここでそう、これで、はいはいはい、あ、揺れんように揺れんように。すごいこだわってるな。これ燃料ホースも変わってますね。あ、これね、うん、PTFE って中樹脂管通ってるやつで、はい、うん、ゴムホースやったらあの内径も太すぎて、はい、ほんで燃圧かかった時にもうホース自体膨れるし。あ、膨れるんですか。うん、でこのゴム管だと膨れないやったら、うん、あ、ゴムっていうか樹脂、中樹脂管やから。あ、樹脂管、あ、樹脂、全く膨れんでいくから圧も一定でずっと供給、はい、おお、そういった工夫もされてるんですね、うん、すごいな。あとこだわってる部分っていうのは。こだわってる部分も何やろうな。まあ溶接以外は全部自分でやりますし。溶接以外は自分で、ね、いやすごいな、もう本当に基本自力で、自力で、うん、いや本当カジさん本当ほんま器用ですもんね。いろんなこう車両見てきてますけど、やっぱここまで自分でやられてる車両って本当少ないと思うんで、本当ちょっと尊敬して。もあの単色やったら自分でやる。単色だったら、うん、まあグレー好きですもんね。うん、ありがとうございます。はい。で、ヘイレーサーもゴールド、うん、スーパー2のゴールド入れられてるんですね。めちゃめちゃこだわってますよね。今回はね、あの関西の4型フルカスタム車両のご紹介動画でした。カジさんありがとうございました。ありがとうございました。そしたらいつものやってもらっていいですか。俺やんの、はい、マジで、はい、あの背中でしましょうか。背中で、はい、どんなやったら、あの皆さんご一緒にって言ったらスクーターなめんなよって言って左手上げてください。あのもうガッツポーズみたいに、はい、いきますよ。それでは皆さんご一緒にスクーターなめんなよ。またね、ありがとうございます。今回はね、ご自身でね、あの作られた4型車両めちゃめちゃかっこいいっすよね。もう本当にね、カジさんの作る車両ってね、本当に細かいことがめちゃめちゃ綺麗にされてる車両で、本当にね、見ていただいたら分かると思うんですけども、すごいね、グレーとカーボンとね、青で、もうすごいっすよね、マジで。めっちゃ綺麗わ。ねえねえ、あの親子でね、シグナス楽しまれてる方でして、見た目もね、速さもね、追求された車両になっております。本当にね、このタンクの方とかもね、綺麗に塗られてて、すごいな、めっちゃ綺麗わ。この黒ダイマフラーもすごいですよね。このね、オイルクーラーもね、めちゃめちゃかっこいいっすよね。
はないわ。ちょっThank you.